今、本間さんの芝居してた病院でコーヒーを飲んでます。そのコーヒー、そこのコーヒー、今パーマヒューで来て、どんな髪型になるかすごい楽しみです。おお、バッチリ決まりました。かっこいい。なんか俳優でこんな人を見たことあるような。できた。お、超かっこいい。これ、ありがとうございます。レイさん、本当に素晴らしいヘアスタイルです。おー、超ありがとうございます。これはかっこいい。ありがとうございます。かっこいい。バッチリ決まりました。あとリバーズデコの王さんとアギレア君、君、リザボン親子の生活のことについて絡んでくるなよお前らね。そういうね、卑劣なまねやめた方がいいよ。本当に恥ずかしいね。お前らみたいなのはね、自分のね、自分のサイズにいる人間にしか甘い顔できないんだからね。ちゃんとね、ダメなものはダメってちゃんと中立的にちゃんと判断した方がいいと思いますよ。僕はいいところはいいってちゃんと言いますからね。それをね、よろしくお願いします。バッチリ髪の毛がこう決まりました。